こんにちは、かけるです。今日も動画を見ていただきありがとうございます。今日はですね、6月10日ですね。今日は北千住で行われる、ボタニカル横丁に行ってきたいと思います。で、ちょっと台風とかの影響で雨予報だったんですけど、今ね、なんとか太陽が出ててまだ降らずに済みそうですね。で、今日のボタ横なんですけど、結構名だたる出店者の方が、ね、いっぱい、来る予定なので、すごい楽しみですね。あとは普段お世話になってる、YouTuber の皆さんとか、ね、お会いできる方がきっといっぱいいると思うので、それもね、楽しみですね。で、ちょっと寝坊しちゃって乗る予定の電車より1本遅いんですけど、ちょっとね、急いで行きたいと思います。それじゃあ行ってきます。はい、というわけで会場のアークサに到着しました。これから受付をして列に並びたいと思います。もうね、すでに列ができていて、結構ね、今日も賑わいそうですね。はい、というわけで会場の氷川神社にやってまいりました。こんな感じで名だたる出店者の方が一度にね、集まってるので、すごい楽しみですね。会場はこんな感じで、神社の中にお祭りみたいな感じで、たくさんね、出店者の方が植物やグッズなんかを並べられていました。こちら、いつもお世話になっている堀の内ガーデンさんのブースです。今でも濡れてる通り、ね、ちょっと続くようだったらさすがに取り込みます。あ、その5日とか4、5日。最近入荷したと言っていた斑入りのモンステラ、いっぱいありますね。サイズちょうどいいと思うんです、ちっちゃくて。ですよね、はい、結構今大きいのあるんですけど、このサイズなかなかないんで。こちら、アロエのワイリーコヨーテのお株がありましたね。これはちょっと狙い目かもしれないです。どうですか？ 2、3週間前が一番かっこよかったです。でも、もう水スキャンプすればなるわけですね。自分はもうこういったシャクショイって販売してる大株とだいぶ個体差が出てる。まだ全然見れてない。やっぱりある程度の顔も見えて、安心感のもとお渡しするっていう、はい、これなんかも間違いないと思うんですけど、 A 君のやつの方がかっこいいなみたいなのは多分絶対出てくると思います、はい、なるほど。ありがとうございます。はい、こちらは R3 ラボさんのブースですね。ありがとうございます。数はこっちだよ。なんか時にない方が多いね。そうそうそう。それで上のこれが3つになる。ありがとうございます。楽しんでください。ありがとうございます。あ、そうですね。あ、そうですね。ふうに言ってました。だんだん人も丸くなっていくんです、ね、あ、そういうことなんですね。四角は全然気になってきちゃうんです。あ、全然大丈夫です。ありがとうございます。前、あのアークさんでこれのちょっと大きいのを買わせてもらって、その足で堀之内さんに行って BB を買って植えました。
もなんか全部根張りがいいんですよね、生育がいいんですよ、ね、SSN 鉢なんか強いんです。そういう人が結構いて、もしかするとなんかこの表面少し陶器鉢っぽいんですよ。あ、逆に言うとめっちゃ根張りいいやつ張り付くんですよ。だから割と割と生育いいんじゃないかっていうところはそこなのかもなっていう。あ、やっぱそういう声はあるんですね。あとまあ結構こんくらいのサイズだと容量、土の容量多いんで、はい、割と育ちやすさもあるんで、欲しいな。これが60ミリですか。60ミリです。一番でも使いやすいこのサイズ。微笑したり、そうなんですよ。なんだろうな、そのうちみんな場所問題当たるじゃないですか。やっぱりこれに収まる植物に行きたい。個人的に確かにこれに収めたい。そう、収めたいっていうのあります。これで並べたい感じ。そう、可愛いですね。植栽割と合わせやすい気がします、ね。いろんなものに。そうですね。うん、なんか地味というか目立ってないような。せっかくだから持ってない、持ってないタイプにしたいな。選べんのはレアなんで。なかなか選べない。これにしよっかな。出た時からいいなとは思って。これか。これか、迷彩か。こっちかな、こっちにします。はい、ありがとうございます。なんか植えてまたツイートします。お願いします。ブラックアンドブルーって結構人気種っていうか、虫が白くなる、虫が白くなるのは時間経過とかも。すごいな、あ、すいません。いや、でもいいことなんですね。はい、じゃあ、すいません、これを。帰ってるところなんですけど、こんな感じで購入品もあるので、ちょっとねどっか座って紹介できればなと思います。はい、というわけで家に帰ってきました。ちょっと、ね、撮影する場所なくて急遽車の中で撮ってるんですけど、まあ電車で今日は行ってきました。で、もう会場の様子はね、あの動画見ていただいたら分かる通り、もうね、たくさんの人ですごい賑わってましたね。で、各出店者の方とも結構たくさんお話しさせていただいてありがとうございました、ね、すごい人が来てたんで、とてもね忙しかったと思うんですけど、ね、すごい楽しい一日を過ごさせていただきました。あとはあのたくさんね植物系の YouTuber の方とか、まあ、あと普段お世話になってる、ね、フォロワーさんの方とかたくさんいて、結構ねいろんな人にお声掛けしていただいて嬉しかったです。それもありがとうございました。で、今日はねお迎えしたあの、ね、購入品もあるので、ここで少し紹介しようかなと思います。今回は植物を一つと、あと鉢を一つ購入させていただきました。お迎えした植物がこちらですね。お、堀の内ガーデンさんでお迎えしましたアロエのワイリーコヨーテですね。これはね結構前から気になってて、まあなんか機会があったらお迎えしてみたいなと思っていたんですけど、今日はねあのオープンしてすぐにまず堀の内ガーデンさんのブースに行ってご挨拶してたらね、この株一株だけあったんですけど、これをね見かけたので、もう迷わずお迎えさせていただきました。でまだ結構ちっちゃいんですけど、もうすでに発根してるってことだったので、このままねガンガン育成していければなと思います。あとはアークさんで、これ見えますかね、ボタニカル横丁その2のタグを購入させていただきました。これねテープじゃなくてなんかアクリルみたいなやつで作られてて、これもかっこいいですよね。今日の記念に
こんな感じで刺して使おうかなと思います。あともう一つ鉢を購入したのがこちらですね。 SSN さんのナンバリングが04の SP ということで、これちょっと前に出たやつかなと思うんですけど、これもかっこよくて気になってたやつを今回お迎えさせていただきました。これをねちょうどお迎えしたワイリーコヨーテ植えてみようかなと思います。はい、そんなわけで今日はボタニカル横丁その2にお邪魔してきました。でちょっと今後情報が出るかなと思うんですけど、僕もアークさんでイベントを少し出展させていただくことになったので、またねその辺の詳細も次の動画でお話しできればなと思います。はい、というわけで今日は動画を見ていただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。